佐藤和夫は、長野県下高い郡野沢温泉村出身の元、クロスカントリースキー選手、指導者。戦後を代表する名選手の一人で、冬季オリンピックに3回連続出場した。下高い農林校野沢温泉クラブ、東洋高圧砂川高校時代は目立った実績が、なく、卒業後は、家業の農業に従事しながら、競技を続けた。 1959年の国民体育大会クロスカントリースキー青年男子 10km で5位となり、1960年スコーバレーオリンピックの代表候補となる。この時の選考会で好成績を残したことから、松橋隆栗田英二と共に、同オリンピックのクロスカントリー代表に選出された。同オリンピックでは、 クロスカントリースキーの個人 15km、30km、リレーにエントリーし、15km では30位、30km では41位、リレーでは10位の成績を残した。その後も、1961年の第39回全日本スキー選手権、大会クロスカントリースキーで 15km と 50km の2巻となるなど、トップ選手として活躍し、 続く1964年インスブルクオリンピックの代表にも選出される。同オリンピックではクロスカントリースキーの個人競技すべてとリレーにエントリーし、15km では35位、30km では41位、50km では27位、リレーでは10位の成績を残した。大会終了後、実業団の東洋高圧砂川に入社。1965年の 第43回全日本スキー選手権大会では、個人 15km、30km、50km で、史上初の3冠を達成し、同年度の日本スポーツ賞スキー部門優秀選手に選ばれた。1966年には、世界選手権に出場し、15km では27位、30km では39位、リレーでは11位の成績を残した。 1967年の第45回全日本スキー選手権大会では、個人 30km、50km の2冠となり、1968年、グルノーブルオリンピックの代表に3度選出される。同オリンピックでは、日本選手団の首相を務め、前回に続いて、クロスカントリースキー個人3種目と、リレーにエントリーする。個人 30km では45位。 1 5トルでは途中棄権した。リレーでは10位の成績を残した。大会終了後に現役を退く。以後は1972年札幌オリンピックのクロスカントリースキーチームのコーチとなるなど指導者として活躍。また、京里座は温泉村の企業参与や収入役を歴任したほか、1998年長野オリンピックでは、 ケンスキー連盟のアドバイザーを務めた。佐藤の現役当時は、チーム体制や用具、練習量などといった面でも、日本は世界と大きな差があった。そのため佐藤は、海外の事情を知るために、インスブルック五輪前後の一年間、フィンランドへ武者修行に出かけた。アルバイトをしながら練習し、国際大会に多く出場するなどして、北欧のやり方を学んだという。 ありがとうございます。